皆さんこんにちは、オリエンタルマシーンです。本日の作業を始めます。本日は先日屋内でほぼ型を合わせてきました、このフロントリップスポイラーですね。 K ですが他のグレードというか他の車種のものほぼ出来上がりましたので、ドリルで穴を開けて取り付けに入りたいと思います。それでは始めます。だいたい下の高さは同じぐらいになってるると思いますので、まずここで一点ドリルで穴を開けます。ここですね。非常にいい。先日ホームセンターで購入したステンレスのビスを取り付けます。よし、増し締めは後にしましょう。どんどん行きましょう。時計が邪魔ですわ。時計の厚みが。よし、これも増し締めは後にして、次が問題なんですけど、このここですね、中間というか、ここがちょうど、てか、あ、ここは大丈夫だ。これはまずここに一箇所止めましょう。これはなかなか、よいしょ。この辺はですね、もう皆さんには裏側だから動画でお見せすることもできないし、ただただ私のテクニックでやってるわけなんですけど、これはなかなか説明しにくいです。これ右手と左手逆の方が良かったかもしれないな。私右利きなんで。よし、でも入りましたよ。いやー大変だこりゃ。よし、もう一箇所ここに行こうと思ってんですけど、ここもかなりの、あ、ここはそうでもないか、ここもかなりの苦労が想像されたんですが、そうでもなさそうなのでやっちゃいます。4本入りのを買ったので全部使っちゃいましたね。ステンレスのネジで、これもステンレスのネジですけど、手持ちのものを使うことにしました。同じように手を中に入れて、これ大体私いつも分かるんだけど、今回の作業の場合は思っていたより相当上ですね、穴が。これ錯覚かと思っちゃうぐらい上です。またさっきと同じ方法で肩で押し込んで、ここだ、この状態で、よし、 OK、 よし、このつきましたね。こんな感じで時計も外して、こんな感じで取り付くことができました。これでよしとしたいと思います。あとは横にもう一つネジを追加するかどうか、それはゆっくり考えます。それではこの後増し締めして、この作業、フロントスポイラー取り付けの作業を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。失礼します。